はは、いどうもこんばんばすくまですででポッドキャストってご存知ですか今これを見てるってことはね知ってる方だと思うんですけど私もあの昨日まで知らなかったんですよでふとした調子に YouTube の編集画面見てた「らポッドキャストという欄が増えていてよくよく調べていくとラジオの録画版みたいな感じですかねいつでも聴けるラジオみたいな感じでまだ取り組んでいる方はほとんど鉄道模型 YouTuber の方ではいないような状況ですそう私ねあの自己紹介をしておくと鉄道模型の YouTuber として2020年あたりからずっと動画を上げておりまして普段はこは録音ではなくて動画の方で主に N ゲージと呼ばれる実物の150分の1のサイズの模型を再現しているものですジオラマだったりあとはそこを走る車両のディテールアップなどを通じて鉄道模型の魅力を発信しております鉄道模型ってねやっぱり動画で楽しむものだっていう先入観があって こうやって音声だけで模型のことについて語っても聞いてくれる人いるのかちょっとわからないんですがただね YouTuber としてはこういう新しいジャンルポッドキャストというものが出てきたということはね今のうちから種をまいといた方が数年後もしかしたらずっと続くようなコンテンツになる可能性もあるのかなと思ってとりあえずやってみることにしましたまあうまくいくかいかないかはわからないんですがお付き合いのほどよろしくお願いしますポッドキャスト第1回目何を話そうかと今即興でねやってるんで ちょうど手元に中古で買った鉄道ピクトリアルのキハ20特集がありました。えー、1995年の5月号、鉄道ピクトリアルのナン、no. バー605というものを某オークションで購入しましてね、一冊500円ぐらいだったんですけど、読んでみたらね、なかなか濃い内容で、キハ52とかもね、載ってて、そう、キハ20系列の中でキハ52は一番最後まで JR 線で現役車両として走っていました。 今、いすみ鉄道でも走ってるのかなキハ52は、ね、いろんなところで活躍してました。森岡だったり、あとは飯山線の方でもあの青い塗装で走ってましたしね。私は国鉄型車両すごい好きなんですよ。だからこのキハ52もかなり興味を引かれる題材だなということで、この本を買いました。 読んでいくと、鉄道ピクトリアルという雑誌は、一両一両のディテールについての解説なんかもしっかり書かれていて、今はね、あの通勤車両とかは大体同じような形してますし、そんなに外見上の違いもないんですけど、昔の車両はすごく個体差があって、車両番号ごとに手すりの位置が違ったり、あとは内装が違ったりと、マニアの人が見れば、これは何番の車両だと分かるような部分がたくさんあったんです。今生きてる車両だと、そうですね、あの EF81 の 号機とかねあれはもうほんと分かりやすいですよねコルゲートで銀色の車体だから一般の人でもパッと見分けられると思うんですけどあそこまでは目立たないけど同一形式の中ですごく個性が豊かだったのが国鉄型車両の特徴であります特にこの本読んでて再現したいな模型化してみたいなと思ったのは JR 九州に所属していたキハ52ですね 片側の運転台の貫通扉がキハ52のものではなくてキハ58用と思われる窓が高い位置にあるタイプに交換された車両がいましたあとねスカートがついてる車両もいたりとかね結構面白いです鉄道模型はですね本当に今すごい種類の部品がいっぱい出てまして完成品の普通の模型を買ってきてでそこにいろんなパーツを付け足して自分だけの一両に仕立てるみたいなことも私は結構やっておりますで同じように楽しまれている趣味人の方たくさんいらっしゃいます 最近は、キハ47の広島色、そして、あの、メンバーシップの方でお伝えした、キハ40の津山色というね、ブルートレインのような塗装の車両をこの間再現しました。次、何作ろうかなと考えてて、やっぱり、キハ35、40、47、でキハ58の高山号も前再現しましたんで、次、他の形式行くんだったら、キハ52かなと思って、この雑誌を買ったというのもあります。 今本当ネットが充実してますからねインターネットで調べれば大体のことはあの検索でヒットはするんですけどでも車両の細かいところになってくるとこういう本を頼りにせざるを得ない部分はまだまだありまして私は結構ピクトリアルと90年代のレールマガジンはたくさん買ってます実はねこの間作ったキハ40の津山食もネット上にあんまり資料が載ってなくて手持ちのピクトリアルにすごく助けられました まるまる1年分12冊セットで1000円2000円で出品されている場合もありますので是非車両の改造に興味がある方は実写のことを知るところから入ってみてはいかがでしょうかその上でこういう中古本を買うのは制作意欲をやっぱりそそられますし模型作ろうとするとどうしてもねこ模型雑誌の方を優先的に買うようになると思うんですけどそれと同時に実写系の資料も集めていくと思わぬところで制作意欲が刺激されたりもします まあこんな話を以前ライブ配信でいろいろやってたんですがこのポッドキャストはね動画を撮るという作業がない上にライブ配信みたいにコメントを追ってくっていう作業もないので喋ることにすごく集中できていいですねっていうのに今気づきました初めてやってみてあとね今日終わったこととしては模型の整理をずっとしてました最近もそうやっていろんな車両を新しく装備して作ったりしてるのでだんだん収納スペースが圧迫されてきて 今の状態ではもう限界をすぐ迎えてしまいそうな感じです実は明日収納ラックが届くんですよ Amazon でね1万円ちょっとのやつを買いましてかなりお手ご価格だったんで強度とか大丈夫なのかなと少し不安なんですが早く届いたらね組み立てたいなという気持ちでいっぱいです私は結構整理整頓は好きな方で小さい頃プラレールをやってた時もレール一本一本種類ごとに分けて輪ゴブで縛ってケースに入れて保管したいとかね貴重面な賞無だったんですね やっぱずらっと車両ケースが並んでるのを見てるとそれだけでお酒が飲めちゃったりするじゃないですか <laughs>。今時ね、やっぱミニマリストなんていう言葉があるぐらいですから、その正反対を言ってるのかもしれないな、私は。うん、なんていうのかな、マキシマリストって言うんですか。物欲にまみれた、ね、物欲大魔王みたいになってますけど <laughs>。こんなに鉄道模型でたくさん買ってもまだまだ欲しい車両が尽きないっていうのは病気だと思います。この病気は永遠に治ることはないでしょうね <laughs>。 いいんですよ、何か一つね好きなことがあるっていうのは人生が楽しくなりますしそのおかげで今私はこうやって YouTuber として活動できているので鉄道と鉄道模型が好きで本当に良かったなと心の底から思っておりますなんで収納を進めているのかというと少し前に HO ゲージという N ゲージよりも少し大きめの模型を始めまして80分の1サイズの少し大きい模型の線路も部屋の中に敷くことにしたんですね で、もう一部線路は敷けてるんで、もしよかったら動画も見ていただきたいんですが、その続きの動画を撮ろうと思ってですね、でも線路を敷くスペースがちょっと今ないんですよ。というのも N ゲージの車両ケースがいっぱい置いてあって、新しく h 長ゲージのレールを敷くためのボードを置くスペースが今の状態ではないんですね。だからそこに何かしら木の枠を作って、こうレールを敷けるようにしたいので、ラックを買いました。 鉄道模型と収納スペース問題は切っても切り離せないことですよね私と同じようにスペース問題で悩まれている方も多いこととお察しいたします鉄道興味ない人とからすればねそんなちょっと持ってれば十分じゃないかと、うん、同じようなね似たような車両いっぱい集めてどうするんだと言われてしまいそうですけどさっき言ったように一両一両個性があって同じように見える形式内でも違う部分がねちゃんと再現されているのが今の鉄道模型ですから パッと見同じに見えても違うバージョンだったりすると欲しくなってしまうんですよね、どうしても。そしてその物欲に負けて、ちょっとずつ買い足していくといつの間にか膨大な量になっていたみたいな感じです、私の場合は。で、先月、先,先月あたり、私オークションでその本を買ったりもするんですけど、それと同時に自分でオークションに出品することもありまして、最近走らせてない模型だったり、あとはもう読まなくなった本などをどんどんオークションで売っています。それでもね、これだけは売れないなっていうものもあったんですね。 特に私なんかね、仕事で YouTuber やってるので、この車両の走行シーンを撮りたいなと思ったときに、手元にないと困っちゃうんですよ。例えばこの間のキハ40の津山線色を走らせたときに、 レイアウトで走行シーンを撮るんですね。まあ、レイアウトっていうのは、えー、情景ですね。ジオラマのことを指すんですけど、私の部屋には N ゲージのジオラマがありまして、そこでの車両の走行シーンが視聴者の方にもすごく楽しんでいただいてて好評なんですね。もちろん、キハ41両だけ走らせてもいいんですけど、それプラス前後に何か違う色の機動車を連結させたら、もっと絵になるんじゃないかなと思って、実物でもあったキハ58系砂丘色との連結運用を再現して、動画の中に入れました。 それも X と、あとインスタの方には載せてますんでね、それは無料で見れますので、ぜひ見てみてください。6両編成で結構様になってたんじゃないかなと自分でも思っております。そういう編成を再現したいときに、ああ、この間スペースを捻出したいから、キハ58砂丘色もう売っちゃった手元にないってなると、一コマ減っちゃうんですよねそう。動画の尺も減っちゃうし、せっかくいい映像が撮れたかもしれないのに、それが撮れなくなってしまうということではやっぱりね、死活問題まではいかないけど結構困ってしまうので、 連結させる要因、あるいは並べて展示しておく要因として、なるべくいろんな車両を所持しておきたいんですね。まあ、そんな事情もあって、なかなか N ゲージの車両は売れないですね。うん、これはいつか使うかもしれないなというものばかりでね、全然あんまり売れなかったで工作をする上で必要な工具類についても同じことが言えます。たまにしか使わない工具であっても、いざそのたまにしか来ない工作機械が訪れた時にですね、 手元にそのピンポイントで使うための工具がなかったら困るじゃないですかあここにネジの山を切りたいな1.5ミリのネジ山を切りたいなとなった時に1.5ミリのタップがなかったら困りますよねそしたらまた Amazon とかに注文して届くまでに1日2日かかるじゃないですかでその間は動画も撮れないですし、ね、要するに動画の投稿も遅れちゃうので1年に1回2回しか使わないような工具でもね処分はできませんねうんそれはないと困りますからね 鉄道の,あの整備の車庫なんかもそうじゃないですかものすごい数の工具類が所狭しと並んでいる様子を結構見てましたけどね何か不具合があった時に迅速に対応できるように多分いろんな適材適所の工具が揃えられているんでしょうあそう工具で思い出したけどついこの間買ったもので極エコミニストレーナーというものをちょっと紹介して今日は終わろうかなと思います ストレーナーというのはコーヒーフィルターみたいなものでして塗料をこす際に使うものなんです薄いフィルターですねかなり期間が経っているような塗料ですと中身が固まっていたりして粒子が粗くなっている場合がありますそれをエアブラシで拭こうとすると一気にボフって出たりとかあとは塗装面がブツブツになっちゃうケースが考えられますそんな時にこのろ過するためのストレーナーがあると便利かなと思って注文して昨日届きました まだ使ってないですけどね、今度何かしら車両工作の動画で紹介したいですね。最近本当、鉄道模型もそうだけど、工具マニアみたいになってきて、いろんな工具をちょいちょい買ってるんでね、全然使いこなせてないものもまだありますけど、ちょっとずつ練習して、どんどん上手くなっていければなと思います。まだ私は全然模型制作好きでは半人前というかね、もっと上手い方がたくさんいるというのも知ってるので、 自分のペースで一個一個ね技術を上げてもっとたくさんいろんな模型を作っていけるような人間になれればなと思っておりますいかがでしたでしょうかねこのポッドキャスト <laughs> 聞いてくれる人いるのかなわかんないけどねそんな頻繁に上げる予定もないですが、ね、あの何か暇つぶしだったり夜寝る前に鉄道模型のことを想像しながらね眠りにつきたい時に聞いていただければなと思います ということで、お相手はすすくまでした。ありがとうございました。またお会いしましょう。失礼いたします。